毛利もかなり期待の3子、武将紹介。第3弾、武田元重。武田元重は秋武田氏の当主。秋武田氏は代々、秋守護代のような立ち位置にいた。父、元綱の時代から大内方に属して上洛にも付き従っていたが、厳島神主家の内向の鎮圧に任命され秋に帰国する。しかし元重は、これを大内氏の服属から脱却する好機と捉え、雨越しと通じて大内氏を裏切り、秋での勢力拡大に乗り出す。まずは厳島神主家の大野高知城を攻略。その後、五位城を攻める。だが、五位城攻略は毛利義元と吉川元常に阻止される。これにより毛利吉川と対立し争うこととなるのだが、1516年、毛利義元が病死すると、高知とみて、毛利吉川に占領されていた有田城に攻め入る。この有田城での戦いで武田元重は戦死することになるのだが、中国歴史上の人物、豪運に例えられた元重を討ち取ったことで、毛利元就は飛躍を遂げることになったと考えると、武田元重も歴史上、かなり重要な人物である。